えー、こんにちは、そっかじくらこですあの手加減せずにボコボコにするっていうのも指導の一つだと思いますけども私が好きでよくやる指導っていうのは手加減をすることなんですよ自分の力を十分の一ぐらいにしてもごぼごぼにもならないよって感じでいつか本気出させてやるぜみたいな気持ちでねえー、奮い正してあげようかなっていうのが私の指導方法ですねだから自分の力をもう五分の一、十分の一に落としても まあ普通の人には全然、ねね、自分が全力出して勝っちゃう徹底的に勝っちゃうとやっぱプロにはかなわないやっていう風になっちゃったりとかもう頑張ろうって意思すら失われたりとかあの人は過去こうやってきたからねってことで開き直られたりするのがね私はどうも、ね、気に入らないんで、まあ、ボコボコにして気持ちがいいのは自分だけだなという風に思うようにはしてるんですよ。でですの、まあ、最近はねもう特組合の 喧嘩をすることもありませんし、えー、もう組み手をすることもありませんので体力的なことはなかなか組みしないんですけどもそうですね最近の思い出で言えば腕立てじゃない腕,腕相撲ですかね腕相撲をね卓球する前まではだいぶ腕相撲も強かったんですけどもあのまあマージャン店やってた時ですよだから5年以上前になりますけどマージャン店でねあの定期的に腕相撲をやる機会があったんですよでも腕相撲は私どんなお客さんにもね一人体とも負けたことがなかったんですよね で、そこで、雀荘の親父でも、ここまで腕力あるんだよ、みたいなね、えー、ことを見せしめてやろうかと思ったんですよで。で、全然勝てなかったんですけども、あのお客さんはね。それはね、私が手を組んだときに、おりゃって倒すんじゃなくて、少しでも動かしてみなって言って、ずーっとこらえてたんですよ。ほんで、ぐーっと押さえてくるんですよね。中には両手でやる人もいたんですけども、ね、まだ力抜いてるからねって、本気出させてよ、本気出させて、みたいな感じだったんですよ。だから、ずーっと手加減ですよ。 だから手加減が指導になるってこともあるんですよねだからあのコーチとか先生とかやっぱり力の強い人ってっ指導するときに手加減してると思うんですよだからそこを見せないっていうかねそこ知れない強さってのをいつもいつも抱えておいてあの全部出し切らないっていうところが本当に強さを感じさせるミソなのかなっていうふうにも考えたりするんですよねだからね あの、ビジネスっていうのは全力で戦わないといけないところもありますけども、全力出さなくてもやっていけるな、みたいな。その、肩の力の抜けさが今の私なのかもしれないですね、そのまんま。できることたくさんのに、まあそもそもやってないというね。もうね、投資にお金投げて、あとぼやよーんと暮らしてて、たまにね、気が向いた時だけビジネスするみたいなね。だからもう全力を尽くしてないんですよね、言ってみれば。全力を尽くしてないんだけども、ちょうど良い加減。ある意味ね、いい加減なのかもしれないです。 ちょうど良い加減っていう言葉。それがいい加減なのかもしれません。でもやっぱりね、人間には3種類いる。もしくは3種類以上かもしれませんけども、言ってもできないやつ、言ったらできるやつ、言わなくてもできるやつっていると思いますけども、私はね、ことの程度はあっても、みんなね、言わなくてもできてるんじゃないかなと思うんですよ。あの、何が言わなくてもできてるかっていうと、最もベストな体位で自分が生きていける。自分が最もね、あの、長生きできる方法を選んでると思うんですよ。 だから言われなくてもできることっていうのは多分最大限それでですね。じゃあそこにビジネスが絡むと少なからず自分の命を削らないとお金って作れなかったり仕事って達成できていかないと思うんですよ。命を削るわけですよ。そこまでの価値があると私は思えないんで命をすり減らしてまで仕事する必要はないなと思うんですよ。例えば泊まり込みで会社に行ったりとかね。自分の抱えきれないようなストレスの現場に入るつもりは,入る必要はないですし。それこそ、あのんびり だらーんんんとと生きていけばいいんじゃないかなか思うんですよただし、現実の世界でそれをやっちゃうと、あの、餓死っていう問題とかね、他の問題でストレスが溜まって、やっぱり廃人しちゃうんで、ある程度、もう、自分の寿命が削られるのを許容して、どっかの仕事場に入る。でも、その仕事場を抜けたら、もっと、摩耗してしまうから、しょうがないから、釣り合うところに行き着くってことを繰り返してるんじゃないかなと思うんですよ。ですんでね、あの、経営者目線で言うと、言われなくてもできるやつが欲しいんですけども、多くの人は経営者しませんから、多くの人はね、 あの言われたことをなるべくサボってなるべく多くの自分の利益を得ようと思っているのはこれしょうがないことなんでだから言われたことすらしないっていう現実は世の中じゃないですかねだからそこはもうそれで「あそうだよね」となかなか言われてもできないよね「お疲れ様お疲れ様って感じでね愛を向けつつ結局は誰が何も言わなくてもどんな問題があろうとも結局はね自分で自分のことを決めれることそういうことができる人が生き残っていってその中で 弱いやつも守ってやらなきいけんなっていうことをね誰に頼まれるでもなくやれる人っていうのがまた何もしない人を助けていく包容力につながっていくのかなっていう気がしますねまあ私はこうやって隠居してしまったんであのー、自分のね目の届かない人がどうなろうと何ともできませんけどもでもねいつか神様が助けてくれるんじゃないですかい、うん、ってらっしゃい